サンタのところ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 開拓田舎暮らし伊藤サンタです。昨日バックホーを使って、ブルーベリーの、苗を植える穴をバババババッと40個ぐらい穴を掘りました。今日はこれからその穴に、定植植えていこうと思います。今日天気いいな。去年ね、熱中症になったんですよ。僕自分が熱中症になるなんて夢にも思ってなくて、まあそういう過信から出るんだろうな。水分補給ね、忘れずにやろうと思います。スコップ、ちょっとね、先が丸くなりすぎてんな、手入れが悪い。そしてピートモスとカヌマド、これを、混ぜ合わせて、この地元の土とも混ぜ合わせて、いこうと思います。まあブルーベリー栽培で大事なのはこのピートモスをけちらないことだっていうふうに、それさえできれば そんなに難しくないなんていう方もいます。ピートモスって何かっていうと、泥炭、ピート、苔がね、土になったものなんですよね。でこう酸性、普通いろんな作物って酸性が嫌いなんですけど、ブルーベリーはなぜか酸性が好きで、このピートモスってのは酸性なんですよね。まあ中和したピートモスっていうのもあるんで注意しなきゃいけない。酸性そのもの、これはどっから来たんだ。結構ロシア産とカナダ産が多いけど、銅産のもありますね。それこそ余市も本当はピートが取れるんだよな。だから日華ウイスキーが来てる。ピートを使ってね、旭町あたりはピート出るんだよな。燃えるんだよな、そして。まずまず、一個一個やっていきたいと思います。Thank you.
思ってたより大変な作業。土いじるってね、でね、粘土質なんですよ。特に向こうに行けば行くほどネチョネチョで土が使いづらい。そしてあのさっき言い忘れたんですけど、僕の作業ピートモスかなりケチってるので、ケチってるっていうか、もともとこう予定してなかった苗だったんで、小さい苗を作るように取っておいた在庫資材をなんとか流用してるので、これ用にわざわざ仕入れて、適量を仕入れたわけじゃないの、あるもので、いただき物とあるものでなんとかやってるんです。参考にするのはまた別の動画で、僕はいい仕事の効率悪いし、参考になる動画ではないです、ね、むしろ、参考にならないですね。違うな、真似しちゃいけない、もしくはこれを見てもっとやり方を考えるとかね、こう、本当はね、この草、これがまた草が抜けないんだ、土から取れないんだ、このなんていうの、芝系のは厄介だな、だから戻さない方がいいと思いつつもね、そうしないと土が足りない、こっち行けば行くほどこうこういう状態でもう水が湧いてネチョネチョで、うん、で2時間でこれなら今日あとやっても今日じゃ終わらないんだな。まあのんびりのんびりでもないけど、ぼちぼちやりますか。焦っても体壊すし。さあさあ、次は、よっこいせ、このね、土がね、サラサラしてくれればね、まだ仕事もしやすいんだけど、いやいやいや、思った以上になんか疲れる仕事だったな。気温が今日すごい上がって、虫が出てくるんで、こうカバーしながらやってました。これね、白い色だと、一番最初に買ったの白い色のカバー買ったら見えなくて、黒い色に買い替えました。粘土ってすごい厄介。粘土質なんでね、うち水はけの悪い。こう濡れてるとネチョネチョで、乾くとカチカチ、扱いづらいわね。今日はちま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 やって17本、思った以上に手こずって、明日どのくらい進むかな、もうちょっとやり、17本も物足りないな、もうちょっと進みたいな。さあ片付けして別の仕事しますか。日が暮れたら大変だ。
明日以降またね、ブルーベリーの、苗の定食続けていきたいと思います。よいしょ、このぐらいならまだいいんだけどね。よしよし、頑張れ頑張れ、一本一本。